はい、皆さんどうも、たまきゃんです。今回は、今年入って初めて緑の村の方に行ってます。今回のねメインの企画としてはエアストリーム、ちょうどね納車してから1年ちょっとになるんですけども、実際ね使ってみてエアストリーム25フィートのね、フライングクラウドですけども、それを使ってみて実際使い心地ねどうなのかっていうところを皆さんにねご紹介したいと思います。例えばね、ここいいねとか、あ、こここうあった方が良かったんじゃないかなとかね、そういうところを今回は皆さんにご紹介できたらなと思ってます。っていうところで緑の村に行ってみましょう。皆さんどうも、今回のね企画としてはこのねエアストリームを納車してちょうど1年ちょっとになるんですけども、まあ、実際使ってみてエアストリーム、あ、これいいなやっぱりっていうところと、ちょっと残念だなっていうところをね今回ね、まあ、1年使ったっていうところで皆さんにご紹介をしたいと思います。というところでまずねエクステリアの方から良かった点ね、良かったところ、あとインテリアの良かったところ、あとねまたエクステリアの逆に残念だったところ、インテリアの残念だったところっていうところをね、分けてね皆さんにご紹介したいと思います。というところでまずエクステリアの方に行ってみましょう。はい、じゃあね、エアストリームのエクステリアのね良かったところ、もうなんといってもこれ一番はこれだと思います。やっぱなんせこのアルミボディがかっこいいっていうところですね。このね銀のフォルム、もう本当に何とも言えない、はい、クラシックさもあり、またなんかこうねワクワクさせるようなこのボディね、これやっぱ一番だと思います。次にね良かったところっていうところでじゃあ回っていきましょうか。ここですね、ここホットウォータータンクの、設備なんですけども、これねまあこの中こういう風になってて、ここでボイラーで、お湯を沸かすんですけども、これがねガスとあと電気の方でね、温水を沸かせるっていうところでね、最近はなんかガスだけでしかお湯を沸かせないとかあるみたいなんですけども、やっぱね日本のこの、ね、ガス事情を考えるとやっぱ電気で沸かせた方がねいいと思うんでね、これは本当ねいいと思ってます。ここがね、一つ良かった点ですね。はい、次行きます。次ね、これボディ、これね実はこれ窓じゃなくてこうセーフティーになってるんですよね。セーフティーグラス、あとセーフティーカバーの方がついていて、これがあるおかげで前のね、車から飛んでくる飛び石とかだからね、ボディとか窓ガラスを防げるっていうところで、これ前に3面ついてますね、3面ついてます。はい、これ本当ねすごくいいと思います、実用的だと思います。で次ねいいと思うのがこれですね、こうターンジャッキ、このターンジャッキなんですけども、結構手動のねターンジャッキも多いんですけども、アメリカンはまあ重いっていうのもあるんですけど、この電動のねターンジャッキがついてるっていうところですごくこれ重宝してますね。じゃあ次行ってみましょうか。次はねいいところはここですね、これ外部シャワーですね。こういう風に外部シャワーがついてるんですけども、この外部シャワーがなんでいいかというと、海行くんですね、海行って子供たちが海で泳いでね遊んだ後にね、ここでさっと流してで室内に入れるっていうところね、これすごいいい点だと思いますね。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、次いいと思ったらね、このバンパーね、バンパーのところに収納がね若干あるんですよ。でここの中に自分はこうホースとね、あと電気の配線の方をね常にはね入れてますね。エクステリアはねこんな感じでねとてもいいと思います。というところで中のねインテリアのいいところに移っていきましょう。はい、次ねインテリアの良かったところっていうのをね皆さんにご紹介したいと思います。インテリアで何がやっぱり良かったかっていうと、うちの家族5人なんですけども、25フィートあるトレーラー、メートルで言えば8メートルぐらいかな、約っていうトレーラーなんですけども、なんせいいのがやっぱ5人がねゆっくりくつろげる空間があるっていうところですね。ここのソファーにしても5人はゆっくりねくつろいでゆっくりできるスペースがあるっていうところですね。ここは本当にいいと思います。はい、次ね良かったのがね収納ですよね、収納がとても
細かくていろいろ入るんですね。重っという感じでね、入ってて、逆にここかな、ここはちょっと食器類とかねこう入ってるんですけども、こういう感じ。あと下にしても、まあ、ここも収納だし、ここも収納で、ここにしてもこのような感じでね収納になってて、すごく収納するとこが多いんですよ。だから本当にいいと思います。はい、次にね、良いと思うのはね、この冷蔵庫ですね。冷蔵庫がこんだけ、冷凍庫なんですね。冷凍庫がこうあって、この下が冷蔵庫になってます。このような形だから1週間ね、5人家族が長旅にも対応できてる冷蔵庫だと思います。はい、次良かったところがね、ここ結構自分のこだわりでもあった、トイレとシャワーがこう別になってる。実際に使い勝手を考えたら絶対別になってた方がいいと思うんですよね。だからこういう感じかな。ここシャワールーム、それもこのシャワーは、水タンクがね150リッターこのエアストリーム入るんで、本当に、大人だったらね3回から4回のシャワーを、まあ、ゆっくり浴びられる容量があるんでね、すごい使い勝手がいいと思いますね。でね、こちらの反対側にトイレ、レストルームがある。こういった感じ。だから使い勝手としてね、本当にすごくね、使いやすいと思います。これすごいね、いい点だと思いますね。じゃあ次行ってみましょうか。次に関しては、こうシンクですね、シンク。シンクがこれすごく大きいんですよ。これぐらいある?俺の手がこれぐらいだから、なんか比較するもんあるかな。そうだな、まあ、牛乳か、ここちょうど牛乳があった、牛乳パック、まあこんな感じだから、鍋ね、大きい鍋が収まるんですよ。食器洗う時もすごい楽、いいなと思ってますね。で次ですね、次はこのベンチレーター。はい、ベンチレーターね、こういうふうに1個、あと前面のねこの寝室側に1個、合計2個あるんですけども、これね、2個あるおかげで、本当夏場、ベンチレーターをね、2つ回して、換気してるとね、もうクーラーがね、必要ないぐらいね、すごく涼しくなってますね。これ、あとね、なんと言ってもいいのが、見てわかる通り、窓がね、いっぱい至るところにこういう風にね、ついてて、もっと昼間はね、すっごい電気つけてなくても、すごくね、明るいんですよ。だからすごい中が、開放感がある。すごくいいと思います。じゃあ次、エクステリアのちょっと残念なところをご紹介したいと思います。じゃあ外行ってみましょう。のんちゃんです。あ、じゃあね、外に出てきました。じゃあ次はね、エアストリームのちょっと残念なところをね、皆さんにご紹介したいと思います。まずね、エアストリームいいんで、すごくね収納は多いのはいいんですけども、大きいものをね収納できる収納っていうのがすごく少ないんですよ。でここにしてもちょっと小さめだから細かいものはしまえるんですけども、ちょっと、大容量のものを収納するとなると、エアストリームはちょっと厳しいのかなと。ただね、一番大きいストレージがこの前面にねあるんですけども、ここ一番大きいんですよ。ちょっと中見せましょうかね。長い机が1個か2個ぐらい入る。結局このね、タンクとのガスタンクとの間にあるから、すごく収納しづらいっていうところで、ここはちょっとねマイナスなのかなと思ってます。はい、あと最後にね、最後は、この天井ですね、屋根の上、この屋根の上に、登るにしてもね、まあ、ちょっと丸くなってるんで登りづらい。あと登れるには登れるんですけども、骨格に足を置かないとへこんじゃうっていうところで、ちょっとね上の天井の手入れとかするときにね不便なのかなと思います。これがね1年使ってみてエクステリアのちょっと残念なところ、逆にこんだけしかないんですけども、これがね一番まあ残念なところですねっていうところで、インテリアの方に次は移っていきたいと思います。はい、室内に入ってきました。次ね、インテリアのちょっと残念なところっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。インテリアのね、
残念なところって、まあ、実はあんまりないんですけども、まあ、強いて言うならば夜暗くなるとやっぱ上のねこういうこのライトが何個かね LED のライトが何個かついてるんですけども若干暗さを感じるっていうところで、うん、そこがねマイナスなのかなっていうところですね。で僕の方はちょっと DIY をしてね、この上に LED のねテープライトの方をこのようにね貼り付けてちょっとね、まあ、明るくなるようにちょっと工夫してますね。次はですねこのルーフエアコンですね。このルーフエアコンこれアメリカン、まあヨーロピアンもそうなのかな、アメリカンもそうだと思うんですけども、このドメティック社のルーフエアコンって、まあ、みんなが思ってる消費電力が多すぎる、多分1500-600W多分使うんだと思うんですけども、多分瞬間的だったら 2000W ぐらい使うのかもしれないですね、瞬間の消費電力からしたらね。っていうところで 15A の電源付きサイトだとこのルーフエアコンが回せないっていうところがね、うん、マイナスなのかな。あと回ったとしてもうるさいんですよ、音がすごく大きくて慣れるまでは結構もう騒音に近いような音が出るんで、これはねマイナスなのかなと思ってますね。次はねこのねカーテンなんですよね、カーテン、ね、カーテンがこういう風についてて、カーテンはついてるんですけども、実はこのカーテンを止めてる部分これ縫い付けられてるんですよ、っていうところで洗濯ができない、これはマイナスかなと思ってます。これね取り外しできたらね、汚くなったら洗ったりね、逆にこの白がもう飽きちゃって別のねカーテンに変えたいなっていう時もねすぐ変えられると思うんですけども、縫い付けられてて、ちょっとそこら辺がね便利が悪いっていうところはね感じますね。あとまあインテリアっていうわけじゃないんですけども、電気、夜の電気ですね。で電源付きサイトとかじゃなくて普通に車中泊、要するにオフグリッドのキャンプ場でキャンプをする場合にですね、電気がね、夜は足らない、80アンペアの鉛バッテリーが2個ついてるんですけども、それじゃね結構厳しいんですよね。で日中は、この天井の方にねソーラーがねついてるんで、もう全然問題なくね晴れてればオフグリッドで生活できるんですけども、夜ねやっぱ太陽なくなって太陽光で発電できなくなると、うん、生活はちょっと厳しいのかなと思います。インテリアの悪いところ、まあ少ないんですけども、このような感じでねなってますね。はい、これでねエクステリアの方とあとインテリアの方のね1年使ってみて良かったところ、あと残念だったところっていうのをね皆さんにご紹介をいたしました。意外にねやっぱこのエアストリーム、その25フィートとなるとね、もう悪いところってほとんどないんですよ、もういいところばっかり、あともうそういう細かいねところっていうのは多々あるんですけども、もういい点が多すぎて、そういうところ残念なところはねあんまり残念に感じないっていうほど、エアストリームの方は使い心地がとてもいいねトレーラーだと思います。今回はね皆さんに、ご紹介いたしました。というところで今からねちょっとキャンプを楽しんでから、またね今日は帰りたいと思いますんで、はい、また行きましょう。タマキャン RV、 今日のお昼ご飯はなんだっけ、これブリか、ブリ食べます。父ちゃん何それ、アジフライ、アジフライです。アジフライです。アンちゃん牛乳です。アンちゃん牛乳ですか。じゃあ皆さんいただきたいと思います。はい、おいしい、うん、うまい、うまい、うん、うまい。タマキャン RV、出発しますか。みんなに。バイバイ。お世話になりました。ありがとうございました。バイバイ。また来ます。はい。はい。
ーイ。ママ呼んでくるの。それではね、今回の動画は以上となります。またね、次回をお楽しみに。